皆さんおはようございます。奥津キッチンです。さあ今日もよろしくお願いいたします。本日のお便りです。私はダイエットをしているのですが、どうしてもアイスが食べたくて仕方がありません。何かダイエット中でも食べれるアイスを紹介してくださいというお便りです。それでは今日は高タンパク低脂質ダイエット中でも食べれるヨーグルトアイスを作っていきましょう。それでは本日の食材はこちらです。せーの、はい。ということで本日はこれらの食材を使っていきます。本日のレシピは学生筋肉料理人だれうまさんのレシピをアレンジしたものになります。とは言ってもほぼ食材は一緒なんですけれども、やはり高タンパク低脂質にしたいということで、ヨーグルトの方をこちらオイコスのヨーグルトにしております。これを本日はメイン食材として使っていきます。で、あとは蜂蜜、みりん、そしてお好みのフルーツなどを使っていきます。で、本日はキウイとレモン、そしてミックスベリーとミックスナッツを使っていきます。まあ、ほとんど脂質ゼロにしたいんですけれども、これらの食材の中で脂質はナッツのみになります。もちろん脂質なので摂りすぎは注意なんですけれども、ナッツの脂質は良質な脂質なので、摂った方がいい脂質になります。ちなみにオイコスは、タンパク質 10g 取れて脂肪がゼロになります。ですので本日作るヨーグルトアイスはタンパク質が全部で 40g 取ることができます。もちろんナッツを抜くと脂肪はゼロになります。ただ今日は見栄えを良くしたいため、このナッツとドライフルーツが入ったものを使っていきます。それではまずヨーグルトの水切りをしていきます。こちらのオイコスのヨーグルトはギリシャヨーグルトになりますので、元々のヨーグルトと違ってもう水分は少ないものになっておりますけれども、一応水分を取っていきます。ではまずザルの中にキッチンペーパーを敷いていきます。そこにヨーグルトを入れていきます。すいません、4個用意したんですけれども、ちょっと多くなってしまいそうなので、今日は3個使っていきます。これでタンパク質 30g、オイコス3つでタンパク質 30g になります。で、この状態で、1時間ぐらい放置していきます。それでは水切りをしている間にフルーツの用意をしていきます。まずレモンを切っていきます。しっかりと洗ったレモンをなるべく薄く切っていきます。こんな感じですね。2ミリぐらいの幅にだいたい切っていきます。で、こちら種があるのでこれを取っていきます。それでは今切ったレモンをこちらのみりんで甘く煮詰めていきます。レモンが浸るぐらいのみりんを入れていきます。はい、こんな感じで煮詰めていきます。で、正直みりんだけですとレモンの苦味が残ってしまいます。で、僕はその苦味が好きなんでいいんですけれども、もっと甘いものが好きという場合は砂糖など入れてもいいかと思います。はい、このくらいレモンが透き通るようになってきたら大丈夫かと思います。はい、こちらは一旦冷ましておきます。で、今日使い切らなかったレモンはこのようにタッパーで冷蔵庫で保存しておけば、このままでも普通に美味しく食べれます。はい、それでは待っている間1時間ぐらいありますので筋トレをしていきましょう。本日は足のトレーニングとしてスクワットをやっていきました。足の筋肉は体の7割を占めており、足の筋肉をつけることで代謝が上がり太りにくい体になります。フォームは正直うまくないとは思うんですけれども、最近増量をしていることもあって扱える重量が少しずつ増えてきました。本当に前までは90キロ10回上げるのもしんどかったんですけれども、最近は100キロ10回上げれるようになりました。筋肉がついて足が太くなるのは喜ばしいことなんですけれども、スーツや今まで着ていた服が入らなくなることが少し悩ましいことですね。この間も1本スーツのお尻が破けてしまいました。まあ今はしっかりと筋トレをして、また来年に向けてダイエットをしていきたいなと思います。はい、それでは結構時間が経ってしまったんですけれども、こんぐらいね、汁が出てきました。で、こちらは乳製と言いまして、非常に栄養価が高く、おそらくホエイプロテインの元になっているものにもなりますので、
こちらも捨てずに牛乳やプロテインに混ぜて飲んでいきたいと思います。それではタッパーの中にこちらクッキングシートを敷いて、この中にヨーグルトを入れていきます。こちらクッキングシートを敷くことで後で取り外しが簡単になりますので、敷くことをおすすめします。ダレウマさんはこの段階で蜂蜜を混ぜておりましたが、僕は後で蜂蜜を入れる方が好きなので、この段階では蜂蜜は入れずに作っていきます。ありがとうございます。はい、ここに先ほど作ったレモンを乗せていきます。はい、続いてキウイ乗せていきます。続いてミックスベリー、ナッツ、はい、こんな感じに仕上がりました。それではこちらに蓋をして冷凍庫で冷やしていきます。はい、それでは凍ったものを開けていきましょう。すごい可愛くなりましたね。ではこちら切っていきます。で、食べるときにレモンが少し食べにくいので、レモンに包丁を入れるように切っていきます。で、あとちょっと斜めにしながら切っていったりします。で、こちらに蜂蜜をかけていきます。で、最後に飾りにミントを乗せていきます。今日はこれで決まり、高タンパク低脂質ヨーグルトアイスの完成です。はい、それでは食べていきたいと思います。見てください、めちゃめちゃ可愛く仕上げることができました。それでは食べてみたいと思います。いただきます。うん、うまい。ヨーグルトオンリーで作ってますし、砂糖も一切使ってないので、甘さも控えめでさっぱりしててとても美味しいです。蜂蜜は僕的には後乗せの方が甘さが引き立ちますので、後で乗せる方が僕は好きですね。レモンの皮の苦味はあるんですけれども、フルーツとヨーグルトのさっぱり感がすごく相性がいいですね。で、またこのたまにあるアーモンドの食感がまたまた美味しいですね。とても見栄えも良くなると思うので、アーモンドやクルミを入れるといいと思います。で、今回はオイコスのヨーグルトを使っていきましたが、普通のヨーグルトを使って作ってもほとんど味は変わりませんでした。むしろオイコスのヨーグルトの方が少し濃厚かなというふうにも思います。少しね、手間がかかるかもしれませんが、この一手間を加えることでこんなにおしゃれに作ることができますので、ぜひ皆さんも一度作ってみてください。で、このチャンネルでは筋肉にいい高タンパク低脂質な料理や、美味しく食べながらダイエットをするためのレシピを紹介しております。もし今日の動画が少しでもためになると思った方は、グッドボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは良い一日を。